髪をね、何回折れば富士山の高さを超えるか、ちょっとやってみますか。伝説が生まれるのか。僕はね、このタイプです。でもそれが果たして合理的なのか。タラチネ草山のおもろ数学シーズン2。ちょっとまずは問題に入る前にちょっと頭の体操からいきましょうか。髪をね、折って折って折ってってやっていくとどんどん分厚くなっていきますよね。じゃあ何回折れば富士山の高さを超えるか。髪の厚さがまず必要ですね。髪の厚さっていうのはだいたい 0.08 ミリだと言われてます。折り方は当然畳んだらそれをまた畳んでっていう折り方なんで、どんどん2倍になっていくと考えてください。富士山は日本一みんななろうっていう語呂合わせね、覚えました。僕はじゃあですね、何回折れば富士山を超えるか。どうやって考えていこうということなんですけど、この不等式を満たす何かの条件があればいいと。 0.08 ミリ、一旦これメートルに直しましょうか。まあこれになります。じゃあですね、どんな条件をやってあげればいいかっていうと、これ1回折ると2倍の高さになるんで 0.00016 メートルですよね。どんどん2の何乗化されていくわけですよ。って考えると 0.00008×2 の x 乗よりも3776が大きくて、 0.00008×2 の x プラス1乗よりは少ないっていう回数が分かれば、これの次に折った回数が富士山を超えるわけですね。これ実は答えは x イコール25の時に2684メートルになって、これが26になったらこれの倍ですからね、5300メートルぐらいになるわけです。なんで26回目に3776を超えるということが分かるので、回数としては26回目と。じゃあちょっとやってみますか。伝説が生まれるのか、日本で一番高いもの作れるのか。実は2年間か1年間だけ日本折り紙協会の会員だったことがあるんですよ。4本足生えたわけのわかんない折り鶴とか折れるんですけど、まあやってみましょうか。1回ですよね、はい、だから2倍になってます。これ4倍ですよね。で8倍、これで16倍のはずですよね。でこれが2の5乗で32倍、でこれが2の6乗64倍ですよね。でちょっと7回限界ですね。これ折るのは無理だ。まあ折り紙は実際には7回ぐらいしか折れません。ということで、まあちょっと頭の体操はこんな感じにして、今日の挑戦状の問題に行きましょうか。では今回の僕からの挑戦状の問題はこちらです。今敵に 50% の確率で眠らせてくる魔女が出てきました。勇者は剣攻撃は1体に200ダメージ、魔法攻撃は2体に100ダメージずつの攻撃を行うことができます。では4ターンで倒せる確率が高いのは剣で1体ずつ倒すパターンと魔法だけで倒すパターン、どちらが高いでしょう。まあ、こういうシチュエーションあると思うんですよ、ね、あもう厄介な敵ですよこんなん出てきたら。じゃあこれどっちでもとりあえず1体ずつもう倒していくのか、魔法でまんべんなく攻撃して倒していくのか、これどっちが4ターンで倒せるのが確率が高いのか、これちょっと合理的に判断して計算してみてください。300なんで剣の攻撃だと200、200で2回当てれば倒せますよね。で魔法攻撃の場合は2体に100ずつなんで、まあ3回当てれば倒せるわけですよ。ただ途中で眠らされてなんかこう妨害されると4ターンでは終わらなかったりしますよね。じゃあまず1番の場合、4ターンで戦闘が終わるってのはどういうことなんでしょう。1体につき200ってことは、まあ、2回当てないといけないということは1回も眠らされずに戦闘が終わるということなんです。でこれまあ考えていくと、眠らされない確率って2分の1の2乗4分の1なんですよ。これがまず1ターン目に眠らされない確率、そして2ターン目にもまだ2体生き残ってますからこれになりますよね。で2ターン
眠らされなかったら1体倒せてるわけですよ。ということは残り2ターンはこいつでいいですよね。ということで確率は2の6乗なんで、64分の1かな、はい、僕はねこのタイプです。実際にゲームをやるとしたらこういうの来たら嫌ですよね。だからもうとにかくもう1体ずつ最初に倒した方がいいだろうって。でもそれがまあ果たして合理的なのかということなんですよこの問題は。じゃあね2番の確率を計算していきましょう。魔法だけで倒す、3回当てれば倒せるんだけど4ターンかかってるってことは1ターンは眠らされてるっていうことなんですよ。まず1ターン目に眠らされてるパターン、2ターン目に眠らされて1、3、4ターン目に攻撃を当てたパターンで、3ターン目に眠らされて1、2、4と当てて倒したパターン、この3つですよね。4ターン目に眠らされることはないので3ターン目3で蹴りついちゃってるんです。それはどうやって計算するかというと、まず攻撃が成功するということは2体から攻撃を受けて眠らされないということなんでこれと一緒ですね。でそれが3回成功するわけですからこうなるわけです。ですが1体から眠らされる確率をかけてあげないと、少なくとも1体に眠らされてしまう確率っていうのはこれにならない確率なので4分の1を1から引いたもの、つまりこうなります。でなおかつこれっていうのはこの1列分の計算でしかないので3列分足してあげると答えはこうだという計算式になりますよね。2の8乗だから256か分の、まあ、分母に33とあるので33が9になるわけですね。じゃあこいつとこいつを比較するとどうなるかってことなんですよね。64分の1これ通分してあげましょうか。256分の2に直してあげるとこれまあ分母を4倍してあげればこれになるのでこうだと。じゃあどっちが大きいのっていうとこっちなので、この問題の答えとしてはこっちの方が4ターンで終わる確率が高いんですよね。さあどうでしょう、これ僕はちょっとねこの問題作って解いてみてちょっと自分のねRPG の戦い方を改めようと思いました。もしこういうね何ターンで混乱になるとか何ターンで眠らされるとかっていうデータがあるときはちょっとね一回テレビゲームのコントローラーを置いてこういう計算した方がいいかもしれないです。ということで今回の問題はねこんな感じでした。ゲームをする場合にもですね数学ってのは役立つわけですね。次回はですね暗号じゃないですけどパズルチックな問題にしました。ですがまあちょっともう難易度は結構高いと思います。それじゃあ皆さん次の動画でお会いしましょう。